はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日もね、人気ランキング順から 1% 以下のコースをね探して遊んでいこうと思ったんだけど、そしたら 1% 以下っていうか結構クリア率が低めの 0.23% っていうのが出たんだよね。今まで動画で 1% 以下のコースを遊んできたんだけど、その中でもね一番クリア率が低いかな、この 0.23% って。 0.23% って言ったら結構難しいと思うけど、まあ一応 1% 以下になるから早速ね遊んでいきましょう。さてどんなコースが来るんだろう。 Z、 あーなるほど、ジャンプしてこうか、 OK で、こうね、はいはいはい、あーはは、わかったわかったわかった、踏んでジャンプして、このコインがあるから楽だな。コインが道を示してくれてるから行きやすいと思う。 OK、 あー待って、針厳しい、やっぱ針厳しいんだよな。待って待って、マジで針入って厳しいんだけど。よし、 OK で踏む、ここか、よし OK、 あー待って難しい、あこれ下から行くのか、なるほど、で OK、 下からね、でカキ棒あのパラシュートに乗ってるカキ棒はほんと弱いな俺。もうくねくね動くからね踏みづらいんだよな。で下から行く、 OK、 でこれはどうすればいい、どうすればいいんだ、あははタイミングを見計らって行かなくちゃいけないのか。了解しました、それじゃあ早速行きましょう、今か、あーここ難しいよね。よし OK、 でよしで踏む、よっしゃこれでどうすればいい。多分ねこの靴を捨てなきゃいけないと思うんだよね、こんな感じか、 OK、 よしでこうか、で乗る乗る、 OK、 中間ポイントやったー、よし中間ポイントあるのかこのステージは。あらでここを降りて、こんな感じか、あー待って、なんで今俺ツタに捕まれなかったんだろう。あのツタのあるコインのところからジャンプしろってことかな、これを取ったらジャンプみたいな、あーなるほど、 OKOKOK、 でこれは踏んでもいいでしょう、 OK で来る、あー待って、よし OK、 よしでもう一丁、オッケー、でドスーン、そしてドクロに乗るのか、いけるかな、あっやっぱりそうなるか、いやそうなると思ったわ。ここ難しいよね、チョビジャンでいくか、この辺か、オッケー、早っ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 こんな早かったっけ青ドクロ。今までで一番難しい 1% 以下のコースだけど絶対にね諦めね、よしオッケーで、ここでジャンプジャンプチョビジャン、よしオッケー、あー惜しい張り張ってマジで厳しい、これこのコースね 0.23% って書いてたけどそんなに難しくないかもしれない、なんかね今までしてる 0.7% とかとそんなに大差ない気がするわ。で中間ポイントがぜひあってくれた、よしオッケー、あ待って待って急、まあでもね中間ポイント取ったから、でここ踏んでオンオフを踏むか、オンオフ待ってどうすればいい、これあのコインの場所に行こうか、コインの場所に行ってみるか、ここでここ、あいいね優しい、オッケー、あ待って待ってパウはここね、でコインのとこコインのとこコインのとこ、よしオッケー、そしてあぶね、よしオッケー、ビビったー今、そして次はこれなんだろう、上に行っていいのかな、これ上に入ったらどうなる、あこんな感じのコースっていうことか、うわーこれ最後難しいな、よしそれじゃあ行かなきゃ始まらない、あっは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 、最後むすけーこれやば、これ運やん、あこっからしかも最後がね一番難しい、カキ棒がポヨンポヨンって跳ねてるでしょ、音が聞こえてるから、あとタイミングだな、タイミングを見計らえば覚えればいける、ポヨンはいポヨンはい、オッケー、ポヨンはいのタイミング、ポヨンはいで、はいのタイミングで踏めばいい、ポヨンはいポヨンはい、オッケー、よし来た、見た今
今のタイミングバッチリだったよね。はい、それじゃあ次はこのコース行くか。コールドスポンジザディスセントデスセントでいいのかな。いつも通り俺はなんて読むか分かってないけど、リュウ SMM さん、今まで 1% 未満のコースでホットスポンジとかホットスポンジ2とかやってきたんだけど、その2つのコースがねめっちゃ面白くて、この作者リュウ SMM さん、この作者さんがねホットスポンジとホットスポンジ2とかをね作ってくれてて、でこの98番にこのコールドスポンジっていうねコースがあったんだよね。このコースもねホットスポンジと同様きっと面白いだろうから、ぜひやっていきましょうって言いたいところだけど、なんだこれ、どうすればいい、こうか、 OK、 そしてこうかな、 OK、 いいね。で乗って乗って、あはは間に合わんやった。なんかさっきの 0.2 ナンパーだったっけ、 0.2% 台に比べたらなんか優しく見えるわとか言ってて全然いけてないけど、待って、ここ難しくね？よし、オッケー。そして、これ走っていくか。ジャンプ、踏む。あーは！回転ジャンプね。この辺のね、クリア率になってきたら、覚えてどんどんね、先に進むだけになってくるよね。ま、それでも面白いからいいんだけど。で、ジャンプ、ジャンプ、オッケー。そして、回転か。なるほど。オッケー。あー、待って待って待って。あー、間に合わん。惜しいな。あの流れの勢いで、キラーを踏めばいいのか。でまずね気をつけなきゃいけないのが、ここの氷が地味に難しいんだよね。え、今当たった？簡単そうに見えるけど、やったらわかる、ここほんと難しいんだよね。このつらら、もうめっちゃカットしてるけどね俺ね、このねつららで俺めっちゃ死んでんのよね実は。よし、 OK。 でキラー踏んで、ここも回転ジャンプで、トゲも踏んでく。よし、 OK。 ジャンプ、ここもジャンプで、次も回転でしょ。 OK。で、このままの流れで行く。よし、あー待って、危ねえ、針が。よし、オッケー。で、これは、あ、右上のつららに乗っていくのか。いや、今までそんなんなかったやん、つららで土管に入るとか。で、ここもこの流れで、よし、オッケー、届くかな。よし、ギリギリで、ここはジャンプして、で、次は入れない。入れない。今のつららのとこの土管をね入ることができれば中間ポイントがね待ってると思うんだよね。リュウさんのステージ、なんとかスポンジっていうねコースはだいたいそういう感じのコースが多いから、多分そうだと思う。オッケー、これは完璧でしょ。いいね。で、よし、ここで、よし、入れる。オッケー、来た。で、中間ポイントでしょ。待って、これ、これ、欲しい。え、どうすりゃいいの？あー、待って待って、嘘、どうすりゃいいんだ、あれ。あー、マントであのトゲ棒を叩けばいいのか。よし、オッケー。そして、左行く。危ない、危ないけど、いいのか、これで、俺は。当たったけど、いいのか。どうすればいいんだ、これ、こうか。で、あ、待って、これ、やっぱ、マントないとまずい。やっぱマントないとダメだな、これ。当たったらいけないんだ、一回も。じゃあ一回も当たらないように、いけるかな、うん、待って待って待って、こっちに来たらまずいぞこいつは。で、しゃがむ。そしてこうか。よし、で、しゃがんだまま行こう。大きかったらね針に当たりやすいから、しゃがんだままの方がいいと思うんだよね。で、このままゆっくり行って、え、なにこれ、今の何、出す出す出す、オッケー、これでいいでしょ多分。どうすればいいんだろうこれ。え、待って待って、これどうすればいいの、飛べるの。あ、待って待って、あー待って、こっちじゃないよね絶対。もうどうやって行くんだろう。え、ここ難しいんだけど。あ、こうか。あー、待って待って、失敗した。ここ走ってね、回転ジャンプで上がっていけばいいと思うんだよね、こんな感じ。よーし、オッケー。あれ、待って待って待って、左に行けばよかった。でも多分今ので合ってると思う。で、回転ジャンプして左、オッケー。そしてここもこうだ。嘘、
こんな感じかな。いいね、いいね、いいね。よし、これはどうすればいいんでしょう。このままゆっくり降りていこうか、コインの通り。そしたらゴールではないと思う。まだね、ゴールには早い、きっと。なんだこれは、なんだこれは。行かしてくれ、行かしてくれ。え、なんこれ、いけないんだけど。俺死ぬんだけど、俺そんなんされたら死ぬんだけど。あのパックンより早く行けってことかな、もしかしたら。これダメだ、あのパックンより多分ね早く行かないけん。ちょっともう一回挑戦してみよっか。そしてあいつより早く、よし、オッケー。あー、待て待て待て、これはまずい。よし、大丈夫大丈夫かな。え、嘘、なんでもう一匹いるの。パウとかあったっけ。羽でもマントでも殺せないよね、ブラックパックンは。こう行くのかな。そしてこのまんま、なるほど、こうか。よし、よし、オッケー。あ、待って待って、えでも行き方分かった、行き方分かった。飛んで、そして右に急降下。そしたら T 代わりになるかな、このマントが。そしてオッケー、ギリギリ、危ねえ、ゴール。よし、ゴールゴール。よし、しっかりねこいつを倒してゴール。なんとかスポーンジ、まあ竜 SMM さんのステージにしてはね、ちょっと短かったような気もするけど、めっちゃ面白かったこのステージ。はい、それじゃあ今日のね、スーパーマリオメーカー2の 1% 以下コースは 0.2% 台と 0.4% 台で、いつもよりちょっと難しかったけど、めっちゃ楽しく遊べました。ぜひ皆さんも興味があったらやってみてください。それじゃあまたね。